大谷翔平悲願のプレーオフ進出100の壁シャープ44大谷翔平28が対戦相手をも虜りこにしている先のレッドソックス3連戦でのことボストンのニュースサイトマスライブによればコーラ監督は傘下に a ポートランドの台湾人右腕が無安打無得点を達成した記念にかねてファンだったという大谷のサインボールをもらったと明かしたのだ 今オフの去就が注目される相手の主力選手と接触したコーラ監督は、タンパリング、事前交渉、じゃないよと軽口をたたいたが、大谷にとっては冗談では済まなくなる可能性がある。今期限りで契約が切れる大谷をめぐっては、今オフの FA 市場どころか、今夏のトレード市場の目玉になると、複数の米メディアが連日のように報じている。 トレード期限今期は米東部時間8月1日午後6時が近づけば昨季のように挙手をめぐって周囲が騒がしくなるのは必至トレード市場の目玉型球団関係者と親しげに接していればタンパリングの疑惑を持たれかねない社交的な性格の大谷は日頃から対戦相手の監督コーチや選手審判らと積極的にコミュニケーションを取るタイプ 試合前の練習では相手の主力選手と冗談を言い合ったり笑顔でじゃれ合う光景は珍しくなくなった昨年8月のツインズ戦では相手の主砲コレアの妹が誕生日と伝え聞くとユニホームにサインしたり記念撮影に応じるサプライズを演じて話題になったメジャーでは編成責任者である GM はもちろん 監督や選手による他球団の選手への勧誘行為を禁止しているタンパリング疑惑が浮上すれば MLB の調査対象になりかねないタイトル争いに集中するためにもトレード期限が過ぎるまでは他球団の監督選手との接触は極力控えた方が良さそうだ私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです現代の記事だからと思ってみたが 35年間欧米で過ごした経験から欧米のルールに対する概念は日本人には理解するのに難しいところがある司法取引やおとり捜査が戦略的に投下される例えば XX 国のアー企業を狙い撃ち ABC 業界を米国主導に塗り替えるのが一般的なので野球でも同じことが起こらないとは言えないはずです 注意すするのに越したことはないですね。優秀なマネジメントエージェントとローファームを使い安全安心なコミュニケーション手法を確立してほしいものです大谷のことなので規則は守ってるでしょうただ注目度に高さもあり上げ足取りのように細かく追求してくる人も多そうだから今は極力控えた方がいいだろうね いいやいや今やメジャーリーグの顔でもある大谷だから、メジャーリーグ側がそんな調査するわけがない。人間性も含めて大谷の魅力なので何一つ気にすることはない。これは監督としてはタンパリングに近かったものだと思うよ。でもね、W ・アメリカ人には日本人も台湾人も中国人もそのほかアジア人も同じように見えるんだよね。だから変な勘違いなんだと思う。 大谷君としてはなんで台湾人にサインなんだろうかと思ったと思うで W 勝手に妄想して要注意って選手からしたら記事を書いたやつこそ要注意だわ FA ならまだしもトレードなんて選手自身に働きかけたところで意味ないだろまあ大谷に限らず見えるところでしなくても裏ではいくらでもできるでしょう 大大谷谷ががルールルルーーののの中心だから、大谷のするることがルールになるのででて OK では記者へこのタイトルのようにあなた方メディアがとんちんンなことを書かなければいいだけの話日韓現代だからどうせしょうもない記事だろうと思って読んだら予想した以上にしょうもない記事だった。